オーロラの下では、戸川幸男による、児童文学、及び1990年8月3日に公開された、日本、ソビエト連邦が作の映画である。初出は1971年度の学研の、4年の、学習史連載。1925年1月、アラスカ北部の都市ノームへ 1085km、離れたネナナからわずか5日半で、 ジフテリアの結成を犬ぞりで、リレー急走した実話を下敷きにしている。主人公の狼犬、吹雪が生まれる前のフィクションから始まり、狼の群れ内での成長端が主だが、この吹雪が実話で、結成移送の最終区画を担当した犬ぞりの、リーダー犬として、後世最も注目を集めるようになった、バルトーとなるという展開である。 シベリアの広大な自然を舞台に、日本人マタギとオオカミとの交流と友情を描く。DVD は2008年3月21日発売。岡田シュゲル東映社長と、デルスザーラなどの制作者、モスフィルム所長、ニコライシ・ゾフトで、日本とソ連で4つに組んで合作をやろう。世界に通用する映画を作ろうと長い期間交渉を、続け8年越しで実現した企画。 1980年のモスクワオリンピックにあたり、岡田とニコライシゾフの制作で、日本体育協会、日本バレーボール協会のバックアップを得て、ソ連と東映の共同制作で、よみがえれ魔女を制作した際に、次にちょっと大きなものをやりたいという話が出て、バレー映画や井上康主原作の、おろしや、国を夢うメタンなどが、候補に上がったが、バレー映画は、 赤い靴に始まっていっぱいあるし、今作っても当たらないなどと岡田が、やる気が起きず、岡田が直感的に思いついたのが、シベリア狼を主人公にした映画、という企画だった。ソ連側に、狼の調教ができるか、と問いただしたところ、できる、間違いない、ソ連で保証すると言い切るので制作を決めたという。監督は、後藤敏夫が、 この種の映画にうってつけだろうと、ソ連側にも打診すると、後藤の、またぎを、ベルリン映画祭か何かで見ていて、彼なら撮れるだろうと、回答があった。その後、3、4年、本企画の打ち合わせで、岡田は何回もモスクワに足を運び、本格的準備を始めた矢先に、ソ連側の役人が訪ねてきて、動物愛護団体の強い反対などがあって、 ソ連としては制作できないと言ってきた。この時まですでに2000万円を使っていて、後藤以下スタッフも困り、やむなく、後藤が金金やりたいと言っていた。またぎに、いたずを2年がかりで作らせた。この時、後藤が、戸川幸夫と親しくなり、戸川の隠れた、ベストセラー、オーロラの下で、の映画家券を買った。オーロラの下で、は、毎年じわじわ売れ続け、当時で、 小中高校生向きで200万部出ていた。1925年アラスカで実際に起こった事件で、人間には全く慣れ親しまないと言われる狼が、大自然の中の孤島というような小さな乾燥を襲った、伝染病の脅威から子供たちを狼が救ったという実は、今もニューヨークのセントラルパークにその狼の銅像が立っているという。 それらのシチュエーションをシベリアに置き換えて、ソ連に再提示したところ交換職を得た。また、ゴルバチョフ政権によるペレストロイカなどがあり、一戦を退くニコライシゾフが、長年の友人、岡田への置き土産と方々に根回しをしてくれ、8年越しで政策にこぎつけることができた。政策費は10億円と発表された。うち肉代が7000万円。 狼何十頭を飼育するのに冷凍肉ではダメで、血が滴る肉でなければダメというソ連側の説明だった。また狼は飼育されているものがすでにいるわけではなく、シベリアの原野に生息しているのを捕まえることから始める。その後、調教を少しずつ行うが、映画でソリを引くことになる白銀の狼は飼育犬と野生の狼を合わせた。 根結の狼を使った。捕獲飼育撮影と3年がかりの計画であった。狼を鳴らすという試みは、当時世界でソ連しかやっておらず、いかに狼を鳴らすかが、見どころの一つとなる。制作にあたりソ連側から、やります、やれますと、回答があり、テレビ朝日の田代菊生社長が大の愛犬家と聞いて、狼を一匹差し上げます、という申し出があり、 困惑したが、結局もらうことになり、上野動物園に寄贈したという。狼の飼育は、リトアニアのビリニュースで行われた。また、ソ連時代のシベリア、ツンドラ地帯での撮影というのも大きな見どころ。シベリアの大自然の実態はあまり知られておらず、冬は、霊下30度、夏は、気温40度にもなり、夏は、アブぐらいの大きさの蚊が、 文化のごとく襲ってきて顔を食いちぎられると言われた過酷な環境であった。世界配給ということでテリトリーでも揉めた。大雑把な割り振りとして共産権はソ連、自由権は日本としたが市場規模の大きいアメリカと欧州の割り振りで両者譲らずで収集がつかず結局岡田がフランスだけは渡す、イタリアはこっちという風に一つずつ決めていったという。 当初は1990年7月から8月の2ヶ月にわたるロングラン上映も検討していたが8月から9月にかけての5週間の上映。東映と提携して制作出資したテレビ朝日制作意図に賛同してキャンペーン協力した朝日新聞。2社の電波と活字を有機的に組み合わせた相乗効果を意図的に狙った宣伝キャンペーンがものを いい大ヒットした。配給収入は11億円。前売り券の販売数は100万枚。ありがとうございます。